イノキックス校を演じましたナオです。今日は足を運びいただきありがとうございます。と今日から毎日公開期間、この映画が映画館でスクリーンに映ると思うと本当に嬉しくてたまりません。と今日は皆さんと短い時間ですが、少し映画を見る前にお話できたら嬉しいです。とここでですね、こういった素晴らしい作品に感銘を受けた、お二人の女性からですね、サプライズでコメントを預かっておりまして、僭越なんですけれども、僕の方でちょっと読み上げさせていただきます。じゃあまず、お一人目から、はい。堀貝さんの日常を除き、猪木さんと出会っていいも悪いも全てを共有してもらいました。彼女がこのタイトルを口にしたとき、涙で画面がにじみ、鳥肌が止まらなくなり、誰かのために前を向く強さがダイレクトに心に響く作品でした、というコメントをいただいております。これはですね、石井アンナさんからコメントをいただいております。はい。そしてもう一方読ませていただきます。はい。救えなかった心があって、守られなかった痛みがあって、防げなかった傷があって、欲しくもないものを得たり、続いて欲しいものを失ったり、それでも続くし、できることを探す、何かはある、みんな何かはある、戦ってんだ何かと、胸が締め付けられた、できる時にできることをしよう、できそうなことでもいい、早すぎも遅すぎもない、目を背けることなく向き合えてよかった。これは伊藤沙莉さんからコメントをいただいております。ということで、この素晴らしいコメント2つを受けて、ぜひまずは佐久間さんにどういう感想を今抱かれたかを伺えればと思うんですけれども。すごい胸がいっぱいです。本当にありがとうございます。この今ここに立ってる皆さんと、あと現場のスタッフと関わってくださった全ての皆さんと、この映画を作り上げることができて本当に良かったなと心から思います。じゃあ奈緒さん、いかがですか、この今のお二方のコメントを受けて。私は石井さんも伊藤さんもまだお会いしたことがないんですけど、同年代で一方的に作品を拝見させていただいているので、すごく今ちょっと心臓がドキドキしてて見られてる私見られてると思ってすごいちょっとドキドキしちゃったんですけど、今回ゆいちゃんと出会えたこともそうですし、小日向くんと出会えたこともそうですし、私にとってこう同じ時代を生きて、同じ年代を生きて、ましてや同じ職業に就けているっていうのは、すごくこう自分の背中が押される時がすごくたくさんあって、なのでなかなかこう同年代の方と現場でご一緒できることって結構少なかったりするんですけど、いつか石井さんも伊藤さんもお会いしたいなって思っているお二人なので、すごく嬉しいです。